ユーチューバーマリコと宇宙人ゆきやの生涯オールナイトのスペシャルコマーシャル版、そうですね、お知らせ動画でございます。はい、お知らせ動画です。ただいまね、はい、こちら絶賛6月で韓国からお届けしておりますがいよいよ、来年の話になりますが、来年の2月にね、うん、東京に、私がちょっと行くことになりました。行けてーわーい。一応まだ日程が確実に決まってるのもいくつかですけど、まだ決まってないのもあるんですけど、はい、まあ、とりあえず2月のちょうど旧正月のね、はい、時間の10何日かな、12日に世田谷の方でね、ちょっとイベントがあるので、すごく短いんですけどね。それとあと、まあその1週間ぐらい、多分17日になるかな、18日か、はい、18日日曜日ね、はい、やっぱり世田谷でちょっとそっちはもうちょっと長いイベントと、はい、さらに地球屋さんね、18日の夜は国立の地球屋さんの方にもね、はい、マリコ&ユキエのね、はい、スケジュールに入ってます、はい、他にもね、実はコプチャンチョンゴルも22日にジロ基地の方でやる予定になっております。すごいですね。さらにですね、はい、その次の週は大阪に行くかもしれません、はい、わ、すごい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 、まだ予定がねはっきりしてないんですけれども、はい、ちょっとね、まあ、来年のこと言うと鬼が笑っちゃうかもしれませんけど、まあ、服がね、笑えば服が来たると言いますからですね、うんうんうん、鬼でも笑ってくださいよって感じでございますが、はい、2月、はい、来年の2月にね、またね、東京そして大阪の方にもね足を伸ばそうと思ってますんで、はい、また日程が決まったらですね、近づいたらまたね正式に報告したいと思いますが、一応皆さんちょっと楽しんで待っててくれたらいいなと思って、今韓国から絶賛録画生中継中でございます。何言ってるのかね、はい、大阪ってどこよ。大阪はもう分かんない。いや、まあ、とりあえず大阪も、大阪、うん、大阪もしかしたら神戸とかね、それ大阪じゃないじゃん、まあ、大阪近辺、まあ、関西にも行きます。そうそうそう、はい、ちょっとまだ詳しいことは分かってないので、はい、一応そんな話も出とるという、はい、皆さんね、期待していただいたし、たら売れてると思いますし、もしそんな日本に来るならうちにも来てくださいという方がいたら、行きます、ぜひ連絡してください。どこにまで行くの分かんないけど北海道とか九州とか新潟とかだったら大変だよ。行きます。はいはい。うん、まあ、そんなんでお知らせ動画でした。はい。はい、それじゃあみんな、また2月を会おうね。2月にバイバーイ。